アップルニュートンエマテ300を開けた状態エマテ300はアップルが設計生産販売した教育市場向けの携帯情報端末である。エマテは1997年3月7日に 800US ドルで発売された。1998年2月のニュートンシリーズの終了により後継機種の発売は続かなかったが特徴的な半透明の筐体を持ち、 その独創的なデザインコンセプトは、後の iMac iBook に引き継がれた。エマテ300は、解像度 480X320、16、会長のバックライト付きのディスプレイ、スタイラスペン、フルサイズキーボード、赤外線通信、マッキントッシュの標準シリアル、ローケルトックポートを装備し、電力は内蔵する充電式バッテリーから供給され、満充電で28時間使用できた。 低価格を達成するため、クロック周波数 25MHz の ARM710A プロセッサが使用され、ストローム110プロセッサを使用するメッセージッパド2000よりもラムが少なく拡張性も少なかった。エマテ300は教室用に設計された耐久性のある緑色の透明な筐体を特徴とし、ダークグリーンのキーボードで当時のパワーブックに似ていた。紫。 赤、大々色のエマテ施作機は小のみで量産されなかった。デザインの特筆すべき特徴として、背面のハンドル取り面の三脚の取り付け用ネジ穴、ネームプレートが挙げられる。ハンドルは気軽に持ち運べるよう組み込まれたもので、三脚、穴は野外での利用を意識したものであった。アイブックの衣装は、 エマテ300と告示しているエマテで使用された耐久性のあるハンドル付けのプラスチック筐体を特徴とするデザインは1999年に発売されたマッキントッシュである初代 iBook シリーズに流用された iBook の最初のモデルは 300MHz パワー PC G3 プロセッサを搭載していたありがとうございます